日礼プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜かすみ、よろしくお願いします。一つよしな、年内最後の放送になりますね。そうなんですな。おしまい。毎年こう振り返ったりしてるんでしたっけ。そんなのあんましてないんでしたね。してないしてないしてない。振り返ったところでだし。やっぱり聞かれますね、来年の抱負とかね、この時期は。聞かれるね。まあ本当に2018年どうでしたみたいなことと、はいはいはい、なんかいいこととかありましたみたいなね。振り返ると来年の抱負。そうね、いいこと悪いこと、きっと2019年の抱負がもうセットよね。そうね。この時期はね。もう年々。振り返ったり目標を持ったりしなくなっていくな。なってくなってく。やっぱりこうね、なんかあった方が聞いてる方は聞きやすいんだろうな、やっぱりな。まあそうだろうね。そのご本人がどう思ったのかみたいな。やっぱテレビはクリスマスだなんだって特集するからさ。クリスマス何してたみたいな話になるんだけどさ。ああ、もうなるね。一応クリスマススペシャルとか番組でやるから感じてはいるんだけど、真剣にはもう考えないんだよね。そうなのよ。もう考えないも考えないよ。それはやっぱり、それはでもそうじゃない、この年は。今この40とかになってさ、クリスマスうーとか言ったらちょっとやばいよ。だから40になったらもう子供家族がいてどうやって過ごしてって話だもんね。まあまあそうだね、自分の置かれてる環境もあるか。でもただ一個だけだな、道が混んでるな、クリスマス。それだけが何年経っても同じ温度で腹立つね。え、車がってこと？車がめちゃくちゃ混んでて。あ、そう。品川駅から自分家までだいたい30分ぐらいでいつも着くんだけど、1時間40分かかった。もう全然動かないわ。倍の倍？ 3倍の倍じゃねえか。3倍ぐらい。家いるやとか、もう言うね、まだ。わかるわかる。それだけ。あとはもう皆さん楽しんだ方がいいし、ハロウィンもクリスマスももう行かないだけだから、あの辺に。もう当日に。ただ、道だけ家出んなやって思うね、道込んでる時は。それだけは、丸くならないですね。まあだからそれもあるし、よくわかんないしね、混んでる理由っていうかさ、だから 100% の理解はできないじゃん。はいはいはい、クリスマスのね、ために車で出かけるみたいな発想がないからさ。そうね、そうね。それ前、そうだから D ちゃんとこの間渋谷さ、クリスマスの時に出てくしね、車にさ、車にもう歩道が異常に混んでるの、渋谷の、はい、あれ何、あの NHK のあたり、あのイルミネーションか、イルミネーションなんでしょ。でそれが分かるのにしばらく時間かってさ、二人でさ、はいはいはい、なんなのイベントかなんかあるんですよ、はいはいはい、分かんないの、もうクリスマスだっていうね、発想がないからさ。したらなんか調べたらイルミネーションがすごいなんか力入れててみたいな、もうだって歩道が埋まってるぐらい人いるんだよ。そうですね、信号待ちで何、あの渋谷のさ、NHK のあたりからさ、ずーっとこのパルコのあたりまでさ、はい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 、もうパンパンなの、歩道がパンパン、意味が分かんなくて、ガイタレかなんか来てんすかねみたいな、ライブでね。そんな相当なガイタレ来ないと。しかも NHK ホールと CC レモンホール同時ぐらいの感じじゃないと、っていうぐらい、もう理由分かんないぐらいさ、ね、もうやっぱりそうはね、目が向いてないからさ、いやー、それであの渋滞もなんか抜けるとこまで来たらなんでだっつったら、やっぱイルミネーションで車路中しててみたいなことだったりすると、あーって言うね、やっぱり。早く帰りたいからさ。まあそうだね、そうそう、まあまあしょうがないって、しょうがない、どうにもできないしね、どうにもできないですけどもね、それはね。でまあこの間はね、北九州から放送してっていうのもあって、ライブだったんでね、ありましたけどもね、
どっか行ったの春日さん、北九州のラジオ。いやー、行ったのよ。行ったは行った。行っても本当に、まあ、まあ、とんでもない目じゃないけど、もう疲れちゃってさ。そらそうでしょ。いや、疲れた中で、なんかそのバカリズムさんの話があったから、やっぱ福岡来たら遊ばなきゃいけないと。はいはい、しかもその、ね、スタッフさんとかとも普通行くでしょうと。うん、はいはいはい。ね、飲みに行ったり、美味しいのいっぱいという話し、をしていただいたじゃない、だからまあ確かにそうだなと思って、福岡らしいことを、まあ、一応ね、ライブの前にさ、いろいろ北九州詳しいね、おじさんに連れられていたけども、それもやっぱ仕事じゃないけどさ、なんか一応ね、そのトークのためのみたいなとこあるじゃない、心からは楽しめないじゃない、手放しに。で、そう考えると何もないなと思ったから、まあ、もう時間もないからね、次の日帰るからさ、ラジオ終わって、あの3時過ぎから。繰り出したのよ、福岡の街に。3時過ぎからね。そうよ。しても大変、大変だったよ。どんなことがあったのよ。それはもう後から話しますけどね。いやもう、そればっかりじゃん。じゃあ、最初から言ってよ。何がよ。最初から言ってよ。後でねって。ちょっとその、導入だけ見してさ、お前テレビの番宣みたいなことやめろよ。マルヒ。マル秘で隠してさ、もうほぼ画面マル秘みたいな。引き付けさしてよ、それは。いやー、そう。まあ、それがまあ、それは後ほどってことね。後ほどね、話させてもらいますけれども。まあ、つけ焼き場なんていう名前つけてね、ここのスタッフとやってるけど、恥ずかしいね、外出ると。恥ずかしい。だから、例えば子供の頃さ、自分の家族がさ、たまにあんじゃん、その、家族単位で出席する町の盆踊り大会みたいので、そうするとなんか、自分家の家族、なんか恥ずかしいじゃない。恥ずかしい。頼むから失礼のないようにしてほしいっていう感じ。それをなんか、付け焼き場にも思ったね、俺は。あ、この間放送の時、うん、なんかその、バカリズムさんがね、おっしゃる、バカリズムさんは優しいから、ああやって本編でね、笑いにしてくれるけど、よくよく考えたらね、ゲストに来た人にちゃんと説明もせずね、この後ラジオで一度1時間の打ち上げはないんですけども、これ、食べてくださいとか、何にもヘラ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 してさ、ラジオでさ、なんかおかしいですよ、つって、福岡はこんな美味しいものがあるのにって言われても、へへへへ、みたいに、恥ずかしい。確かにね。なんか、社会性がない奴らだね。やっぱなんか、特有のさ、恥ずかしいよな。なんか、その、欠けてるよね。欠けてる欠けてる。なんか大事な何かが欠けてる気がする。大事な何かが欠けてるな。全員でね。全員。全員、全員。だからこれね、失礼のないようにっていうことなんですよ。例えば武道館とかね。ゲストの方来られた時に。いやいや、そうだね。だから、まあでも、そうだな。で、なんかちょっと特有の部分出ちゃってんのかもね。付け焼き場特有のその芸人さんをこう、上から見る感じとか出ちゃってんのかもしれない。出ちゃってんだろうね。まあ、いいだろうと。これぐらいでいいだろう、ね。そう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 。もんじゃ屋から電話して呼びつけちゃう感じさ。若手の芸人、ああいう感じが、こういうことにつながっちゃってんのかもしれないよね。OK かどうか、ね。よくない、よくないよ。演者には嫌われるよ。そうだね。そういうのがね、やっぱ大事な時に出ちゃうからね。そうそう。普段からやってると。真の部分が。そうそうそう。大事な時に出ちゃうから、普段から、普段からちゃんとね。だからもう疑っていこう、それぞれがそれぞれを。これはどうなんだと。そうね。お互いがこう監視してさ。どうなんだって、やっぱ疑う心を持たなきゃダメだわ。ほんと。そのやり方どうなんだとか。いや、ふとっていうか、ちょっとね、これはね、ずっと思ってたことで、別件なんだけど、今回のツアーで、春日さん多分知らないと思うんだけど、ロビーにね、今ほら SNS、インスタとかに載せてくれる用の、パネルが置いてあるのよ。え？知らないでしょ。え、それ全部の会場で？全部の青森から置いてない。青森一宮。行かないわね、ロビーとか。そうでしょ。で、俺は本番前ね、ロビーとか行ってみて、毎回置いてあるんだけど。何どんなの？本来ね、そういうインスタのパネルとかっていうのは、載せてほしいっていう、なんか、なんて言えばいいんだろうな、なんて言えばいいんだろうな、まあ、等身大のね、俺と春日の、あれが、写真があってね、横並んで撮るとか。まあ、イメージあるね、そういうね。で、
このツアーの、その、うん、SNS 用の写真撮影の記念のね、パネルが、武道館がこう、下の方に映ってるわけよ。で、ほぼ青空のパネルで。で、オードリーのオールナイトニッポン10周年ツアーで書いてあるのかな、ほぼ青空なんですよ。真ん中が。え、何で、もう俺と春日のサイズが、もうほんとちっちゃめの缶コーヒーの缶ぐらいの、缶コーヒーの缶って言わない方がリアルゴールドの缶ぐらいのね。そこは別に缶コーヒーだよ。缶コーヒー言っちゃうけど、缶コーヒー出してるだろ、だって。あ、そっか。それはいいのか。君んとこだって出してる。いろいろさ、ただ抱えてるからさ、俺もさ。缶コーヒーって。いや、俺も抱えてるから、数抱えてるってなんだ。え？なめ君よ。ぶってんじゃないよ。で、うん、足元にもちっちゃい俺とガスがあって、もう、ほぼ青空なの。なんなの、その。それで、俺は、ああいうのは、等身大とかで、なんか一緒に武道館目指すみたいな、俺とガスがなんかあった方が、いいんじゃないって大輔に言ったのよ。多分、青森とかの時に。したら、大輔もなんか、そうっすね、みたいなこと言ったんだけど、一切変わってない、一宮も北九州も。だから、大輔、謹慎ですね。そうだね。そうすねで流したからね。大輔、うん、大輔禁止したらもう終わるけどね。岡田だけで回さなきゃいけない。無理。ああ、そうだ、そういうパターン。で、俺は毎回ね、調べんの。だから、どのぐらいこう写真載っけてくれ、うん、もう全然数ないもん、やっぱり。そりゃそうでしょ。撮りたいって気持ちになんなきゃさ、いけないからさ。うん、まあ、そんなことがあったりするんだけどね。あ、やっぱタオルが一番売れてたのかな。なんか売り切れですみたいなアナウンスしてたよね。やっぱご当地っていうのもあるのかな。それはタオルは毎回売り切れる？あ、どこでも、あ、OK。枚数があんまりない。あ、枚数限定だから。枚数限定だから。まあ、限定は買うよね。確かに、ね、限定っていうのはあるのかもね。まあ、みんな肩からね、かけてくれたりしてましたけどもね。いやー、まあ、年末は年末ですね。毎年ね。いろんなスケジュール的にはね。もう、そうね。ね。いろんなことあります、ね。オドぜひ、中京テレビ名古屋でやってるオドぜひの生放送のスペシャルがあったんですけど。面白かったですね。まあ面白かったね。やっぱまあ仲いいじゃないけどね。まあね、普段からよく応援する浜カーンとマシンガンズとパンサーのカン君と尾形君が、ね、向井君がね、ちょっと電話でって感じだったんだけども。で、そのオドぜひのスペシャルが、オドぜひでやってた企画の、どこまでいじっていいか聞くっていう、今後共演した時のためにね。で、いじりの境界線っていうのが、まあ、あって、で、いじっていいことは、いじり OK のところにパネル貼ってくんだよね。で、いじりダメなことはダメっていうところに貼ってくんだけど、最初過ぎちゃうんだよね。そう、レギュラー放送というかね。で、過ぎちゃんがその性的なことが全部ダメなんだよね。まあ結婚してるしね。奥さんもいるから、それはね、まあまあわかるわかる、もちろん。まあそれを探ってくれて、で、浜カーンをね、春日がなんか呼びたいっつって言ったのよ、オドぜひの通常放送の時に。一回そう、杉ちゃんでやって。いや、で、俺はもうね、やって。次呼びたいの誰ですかって聞かれるから。いや、ほんと春日はね、良くないよ。良くなくないじゃん、何が。いや、ほら、言ってもね、スギちゃんはさ、ほら、なんか、いじられてさ、なんか、しめしめみたいな顔してんじゃない、やっぱり。まあ、誘い込まれてる感はあるね、こっちがね。誘われてるか。いや、浜ちゃんはもう全然大丈夫。なるほど。まあ、そうだね。で、その、やっぱ、かんちゃんはやっぱりもう、いじってこなかったし、その、なんだろう、なんか、いじっていい人じゃないじゃない、かんちゃんと、岸くんと上田さんは。うちの事務所じゃ。まあ、いじられないタイプだよね。もう見えない、受け身取ってる姿が見えないね、この三人に関しては。まあまあ、それもあるね。まあまあ、相棒がね、相棒がすごいいじられる人だなってのある、ね。だから、ライブで言えば俺もそうなんだけど、俺はほら、またテレビ出てからめっちゃいじられるじゃない、やっぱ日曜芸人とかでさ。だから、まあ、なよねしてる感じもあるし、だけどなんかカンちゃんを呼ぶって春日が言って、それスギちゃんの時とは違うって、スギちゃんは言っても美味しかったって帰るんだから。まあそうね。っていうのでしょ、なんか呼んでいいかみたいな感じになったら、やっぱ来る。
ちゅうからさ、もうそうよ。浜ちゃんはもうね、昔からもう、どのジャンルもできる人だから、大丈夫だなと思ってたけど、俺もうマジでヒヤヒヤしたもん。だから、普段から、そういうのあんまり気にしてないのかな、気にしないもんね、自分がいじられるから。まあ、そ、うん、まあ、気にはしない。いじる側じゃないからね。そうね。その、この人は大丈夫か、いけるかみたいな、目はな、ない、ないと思う。そういう判断をしないもん。いじらないから。この、いじりやすい人であれ、いじりにくいというかね、まあ、ダメな人がどうなのかっていうふうに普段考えないからさ。単純に、だから、浜川って、神田ちゃんって単純に、まあ、ラインがどこなのかなっていうね。いろいろやっぱ聞くから噂でね。占い師に切れたとか。ね、何々、後輩はどうとか。いや、お前さ、生だから怖いじゃん、また。それをだ、いい機会だからはっきりした方が、周りも、だからとりあえず説明するみたいなもんよ。何をもっていい機会か、俺はよくわかんないんだけど。企画に合ってるというかね、境界線を決めるって、それを決めとけば、周りもやっぱいじりやすくなるし、言ってもやっぱりさ、その変な話ね、腫れ物になっちゃってるわいや、お前さ、お前はいいよ。受け身どの角度からも取れるから。いや、それはもうさ、それは良くない。カンちゃんがでしょ、カンダちゃんが良くないじゃない、良くない、良くないだからその、もったいないじゃん。もったいないはもったいないんだけど、本人から見えてる世界は違うじゃない、ちょっといじったら切れちゃう人みたいな感じで浸透しちゃったらさ、いや、だから、うちのね、事務所っていうのは、この、なんか、がっつり痛いとこをつくっていう、その人とか、いないからさ。とかね、そう、絶対的な先輩とか、結構、まあ、ね、仲がいいじゃないけど、結構ね、その、アトムな感じで、やらせてもらってたから、こうね、絶対にいじる人みたいにいなかったから、いじってくる人みたいな。いや、それでさ、もうさ、いや、だから、俺はね、だから、カンちゃんが、その、なんか、得意だったりする表情だったらいいのよ。はいはいはい。スギちゃんみたいでさ。だけど、これ始まってさ、生放送、浜カン一番手だったのよ。だから結構、カスガがさ、もう最初からさ、の占い師に、舞台上でね、たまたまザ・漫才優勝できたって言われて、ガチで切れちゃって、ね、袖でね、マネージャーと原口さんに怒られたっていう話をなんか言って、それいじっていいのかと。でなんか、本当に正義感なんだろうね、カンちゃんから見えてる世界としては。まあまあ、そうだね。いじられて、なんか返して、まあ、笑い来て、っていうことをやるんでしょってことでもなくてね。そうね。やっぱりその、思いの強い、やっぱね、ザ・漫才で言う、まあ、ね。で、やっぱりチャンピオンとしてなんかあるんじゃない？みんな馬鹿にされたみたいなさ、漫才師全員が。それは、気持ちとしてはもちろんあるよね。そんな漫才って簡単なもんじゃないみたいな、感じで、来ちゃったっていうのも、その話だけ単体で撮ったらさ、むちゃくちゃ面白いじゃん。面白いんだよね。面白いんだよね。で、だから本人がね、いや、そうなんすよ、気にしてましてっていう話で、いろんなところで披露できたら、いいなっていうね。こんな面白い話じゃないからさ。愛ね、いわゆる愛。そうそうそう、そういうことよ。で、それで、浜ちゃんはだからカンちゃんがいじられなきゃ始まんねえだろっていうのでもう願いなんだよね。でもカンちゃんはその笑いっていう感覚が多分すっぽり抜けてて、漫才師がバカにされたっていうことと、あと占いはもうそもそもインチキだと思うっていう話と、もういろいろ混じって、ちゃんといじ占いできる人はいいんだけど、で、そうでもない人に、そうすかってやると、その人の仕事がね、さらに増えていくとか、いろんな思いを抱えてるわけで、それを春日が行くからさ、でもまあ、浜ちゃんもね、いるから、あれだけど、でも俺結構、画期的で、で、俺がなんでカンちゃんのその企画をやるのが怖いかっていうと、本番だからそれやりますよ。行くしかないよ、その企画だったら。だけど、3日後にね、ツイッターで、悪口書かれるんじゃないかなって思いがあるわけよ。やっぱ前科があるわけだから、カンちゃんにも。まあまあ、まあ大いにあり得るよね。それはないと言えない。それ分かった上で。分かった上でよ、それは。これさ、まあ、こっちだってリスクはありますよ。そうね。まあでももうそれはね、やっぱりほんといい機会だから。ラインを決めておこうと。カンちゃんが言うのがさ、未だに訳が分かんないんだけどさ、いじる、
いじられるは事柄じゃないんだと。で、あの人ね、神田うのさんの弟じゃない。うん、で、神田うのさんに、うん、ファミリーカードというカードをもらったんだって。クレジットカードのね。これは、これでも後輩でいくらでも怒っていいですっていうカードが、それを俺、ファミリーカードっていうの初めて聞いたんだけど。うん、で、それで怒ってたんだって。でも怒るときは、ハマカーンで後輩たちに怒るときは、カンちゃんカード。そのファミリーカード。うん、ね。で、ハマちゃんは自腹だから、うん、カンちゃんが半額カードで払った後に、汚い財布からハマちゃんが現金を出すっていうのが、ハマちゃんすごく嫌だった。うん、で、お前それなっつってなんか分かってんのかみたいに言ったら、うん、カンちゃんも、うん、やっぱ男ですよ。一般常識ですよ。うん、じゃあ分かった。俺はもう一切カード使わないと。で、カードを使うのをやめたんで、うん、もう全部自分のポケットマネーで怒るようになったんですね。したら、ね、要するに、俺たちとしては、うのさんのカードで払うんだろ、どうせとかさ、うん、そういういじりになるわけじゃん。でもやめたんですから。うん、したら、浜ちゃんは、うん、使えよ、カードっていう。もう、わけわかんない、もう。ね、そんなのお前が使うなって言ったから使わないんじゃん、つって。そこは普通使うんだよ。なになに、どういうことみたいな。カンちゃんはわかんないんだよね。いや、確かに、自分のね、姉のお金で怒ってんのは良くないなと思ったから変えたんだよ、とか言って。違うだろう、たまちゃんが言ってるっていう。で、何ちゃんと守ってんだよ、つって。正直、うのさんの弟だってことも、いじれなかったもんね、なんか。いじれなかった。それはだから、あれですよ、言ってなかったからね。最初。そうだったっけ？そうそう、それを、だから、言わないで、まあ、隠してはないけど。あ、なるほど、まあね。自分の力で売れたいっていうことでね。弟なんですっていうのを売りにしないで、ずっとやってたから。だから、それがまあ、OK らしいよ、いじってってなってもさ。はい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 、はい。なんかちょっとね、生きづらいじゃない？生きづらい、生きづらい。やっぱ顔色伺っちゃうじゃない？感じじゃん。お前さ。いいっすかみたいな。だそれよく、それはもったいないっていうね。それがもったいないから、呼んだわけで、ね。4層決めようって話よ。いや、それはそれでいいんだけど、うん、でも、初めてだよね、カンちゃんにあんな絡み方したのね。うん、そうだね。って言ったのはね。で、なんかカンちゃんが言うのは、うん、事柄じゃないんだって。いじっていいこと悪いことの。いじる人なんだって。で、その LINE は、これがよくわかんないけど、自分が尊敬してる人だったらいいんだって。でも、尊敬してない人は、いじっちゃダメなんだって。で、そんなのね、番組で何人も演者がいる中で、誰が尊敬されてて、で、なんでお前が決めてんだよっていうのもあるし。で、恐る恐るね、俺たちはいいの？いじって、つって言ったら、オードリーはもう全然いい、つって。いや、そこダメにできねえかなっていう、もうわけわかんない。オードリーは大好きだからいいとか言われちゃって、いや、カンちゃんさっていう。そうね。25とかで尊敬してる人ならいいけどはわかるけど、うん、もう40超えてんだから、うん、仕事しようぜみたいな話になったんだけど、初めてカンちゃんとあんな絡み方したなぁ。浜ちゃんはね、もういじられんのもいじるのももう何でもできる人で、うん、唯一ね、いじっちゃダメっていうのが、大喜利が弱いっていうことだけ。ハマちゃんはやめてほしい。意外だからね。ネタがすごいからさ、あの二人は。もうできそうじゃない。なので、あんまりなんだよ。実はね。そうそう。うん、珍しいですよ。それで、マシンガンズも来てさ、マシンガンズ、他局ですけどね、ラジオ、ネガポジ、マシンガンズのネガポジっていうの、俺よく考えたら、毎週欠かさず見たり聞いたりして、うん、自分が出てる番組以外でがさ、マシンガンズのネガポジとワールドプロレスリングなんだよね。はあ、毎週聞いてるっていうのが。で、うん、オールナイトニッポンのこの、ゼロと、まあ、うん、R は、ラジコだから、俺は、毎週さ。ああ、そうなのね。そう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 、そう。まあ、ラジコなんですけど。うん、で、さ、マシンガンズがさ、ラジオでさ、このラジオ、オールナイトで言うじゃん、マシンガンズのラジオ聞いてるみたいな。西堀がさ、西堀生意気でさ、
うん、ラジオでさ、うん、増えたんだってメールの量が。まあ増えるだろうね。聞く人もね。聞く人が増えたみたいで、うん、俺が喋ったり里水もね面白いって喋って、うん、まあ、結構面白いっていう芸人が多いのよ、うん、マジなのは。だからメール増えてさ、西勝利がそのネガポジでさ、うん、いやーひっそりとやりたかったんだけどなーって言うのを、うん、で、その、それがさ、なんか、うん、ギャグで言ってんじゃないのよ。聞いててわかんじゃん。ギャグでさ、いやー、ひっそりとさ、やりたかったんだけどさ、とか言って、うん、誰が聞いてんだよ、とか、そういう感じじゃないけど、はいはい、いやー、ひっそりとやったんだけどなー、みたいな、トーンで喋んだよ、うん。で、滝沢さんはさ、いや、メールだったよ、5つ、6つだろうとかいう感じなんだけど、うん、いや、あんまなんか、うん、あんま注目されたくないんだよね、みたいなこと、西勝利が言うの。ちょっと迷惑かって。うん、で、うん、こいつ、うん、こいつ痛いなと思って、俺。それからもう、絶対ラジオで言うのやめようと思って、やめてたのよ。メガポジのこと。で、それで、本番前さ、うん、楽屋にいてさ、うん、言いにくいんだけどさ、西森君、ひっそりとやりたいんだよって言ってるけどさ、うん、その、ガチで言ってるよねって言ったら、うん、そう、わかっちゃん、それは本番やめようか、つってて。それこそ話さなきゃダメだ本番で。そうね。それでほら、マシンガンズのね、うん、いじりの OK ラインっていうのを探るっていうのをやってたんだけど、うん、まあ有吉のね、夏休みに西勝利が呼ばれなくなったことはいじっていいのか。うん、ダメだよっつって。うん、いきなりダメが出ちゃって。言ってたよね。言ってた。うん、で、あと ことごとくチャンスを逃してることは言っていいのかなっつってて、面白いからネタもさ、うんうん、トークもさ、うん、エンタの神様だったり、レッドカーペットだったり、うんうん、TBS でレギュラー持ったり、あと、ほら、ドラマね、西尾に出たりとか、もう、ある、うん、あるじゃん、要所要所で。うん、したら、今は滝沢さんの本とかさ、うん、いや、いいけど、いじって腹立つな、お前みたいな話に、まあ、ずっとこう、なってってさ、それで、なんか、もう、お笑いに、滝沢さんなんだけど、うん、お笑いに情熱がないっていうのをメガポジでよく言ってるんですよ。うんうんうん、でそれはいじっていいのかって、うんうんうん、滝沢さん、おー、いいよー、みたいなね。うんうん、もう本当になんか、ないからね、その、なんか変わったネタやってるとか、とんがった漫才やってるとか、もう何にもないんだって、もう。で、なんか、芸人になって、楽しい、うんことはもう全部やったかんなーって、ラジオで言うのよ、うん、いつも、うん。もう漫才、テレビでネタやる、うん、ドラマ、うん、コント、うん、もうトーク、ロケ、もう全部やったかんなー、俺らなーとか言って、うん。でもね、俺、西尾君怪しいなと思ってたんです、ずっとラジオ聞いて。怪しい、うん、何がまだね、うん、自分よりね、実力がないと思ってる人がテレビ出てることをね、許せないと思ってると思うんだよ。ほう。うん。で、本人は160キロ投げれるって思ってるってはずなんだよな。それはちょっと問い詰めたいんでも、それを飲み会打ち上げでね、本番前の問い詰めてたら、実はまだ、絶対ラジオで滝沢さんとトーンを、滝沢さんとはもうね、全部楽しいことやり終わってて思ってると思う。ずーっともつ焼いてたから。誰とも喋らず。で、西森さんはね、思ってんじゃないの、ずっと、つって言ったらね、なんか、俺だって、160キロ投げれるって思ってるでしょ、つったら、俺だって、中央で投げさせてくれよって言って、大声で言ってた。中央ってなんだろうなって話になったんだけど。中央ってなんだろうな。でもなんか、浜ちゃんが、マシンガンとかさ、打ち上げで、もう全部芸人になって楽しいって思うこと全部やったから、さあ、とか言って言ってさ、浜ちゃん結構大きな声で、いや、やってねえよつって怒ってたけどね。確かにそうなんだ。全然やってねえよってすごい全然やってない。全然、もっとあるよ、たくさん。種類が。うん、やる種類がね。でもあれさ、俺さ、カンちゃんの気持ちもね、実はね、全然わかる方で、カンちゃん寄りなのよ、俺は。うんうんうん、で、多分、そうだったし、うん、あれ、占いで、だから、要するに、カンちゃんは言ってたけどさ、うん、本番でも、うん、外れたっていうことに対して、うん、検証がない
から、うん、占いがねみたいな話をする人いるじゃん、うん、でしてかんちゃんしてて、うん、でいいって言ったのに運勢が悪いことあったじゃないですかって言ったら決まってね、うんうん、そのこれをやれば運が悪いのも食い止めれますよっていうことをやったから食い止め、ここで止まってると、うん、もしこの占いを聞いてなかったらもっとひどかったですよ、これを言うから俺は嫌なんだよみたいなことをかんちゃんが言ってて、はい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 、あれね、だからね、うん、あの大人かどうかってことでもあるのかな、大人っていう言い方したくないんだけど、うん、番組でさ、もう構造がさ、うん、構造で見るか自分の、うん、心の目から見てるかで、うんうんうん、その要するに引きか、うん、もう陰に入ってるかで違うと思うんだけど、うんうん、まあ占い師、毒舌占い師いて、うん、みんな芸人が占われる、うんね、うん、ってなったら、うん、毒舌だったら、うん、もうその、蜂の巣になって、うん、わあ、ひどい言われようだ、うん、わははっていうことがやりたいのね、うん、という。まあそうね。うん。まあ、数がそうでしょ。まあそうだね。うん、だけど、かんちゃんとか俺はもう、うん、自分の目から見てるから。なるほど。うん、これはもう絶対うなずきたくないとか。斜めの夕暮れと、誤差出ちゃうから言ってることに、俺は絶対うなずかないとか。自分の目から見ちゃうのよ。うんうん、でも、まあ、いわゆる大人って言われる人は引きで、全体の構造で見るから、うん、フォワードいて、キーパーいて、ディフェンダーいて、自分ミッドフィルダーだったらこの仕事かなって見れる、うん、だけど、うん、もう、フォワードのワントップアイから見るから。うん、だから、なんか、いくら説明しても、うん、すり合わないんだと思うんだよね。まあ、そうだろうね。だから、面白い。で、俺はそれを、なんか、何様だよとかって片付ける風潮はあるし、うん、そういうのが主流じゃん、うん、でもね、俺はやっぱり楽しみたいんだよね、やっぱりそれを、うんうんうん、かんちゃんのそのかんちゃんの部分を、はいはいはい、うん、だからなんか笑いたい、俺は直すとかじゃなくて、はい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 、うん、俺は笑いたいね、それを、うん、うん、もう絶対間違ってんだけどね。まあそうだよね。まあだから面白いじゃん。いろんな人がいてさ。うんうん、あれ、だから浜川はだから、でもな、かんちゃん自体が、どう思うかだよね。うん。まあそうね、うん。美味しいと思えば、その浜ちゃんは芸人らしいリアクションしていいと、かんちゃんは、俺はそれはよくわからない、うん。俺の気持ちがっていう、そのズレで、うんうん、すごく面白いもんね。まあそうだね。そんなん、ちょっともう喧嘩コントみたいになるけど、うん、なんか見たいじゃない、うんうんうん、やりたいと思うかどうかだからね、あれは本人が。難しいよ。面白かったけどね、それが。浜ちゃんのさ。お前がいじられろ。お前がいじられろって言ってる人なんだよ。だって浜ちゃんは。まあそうね。まあ難しいところだよ。それで、神田ちゃんがね、うん、全部 OK ですよっていうのもなんかちょっと寂しい気がするしね。なるからね、やってたら、それは。本当にムッとしてるみたいなところちょっと見たかったりするじゃん。いや、そうだよね。いじられたくないって人がやっぱいじられるもんね。そうだね。全部 OK ですよって全部ね、解禁になってるのもやっぱりね。だからそのバランスよね。だ本人からと、人、うん、他人からは違って、それは俺もそうだし、うんうん、やっぱ神田うのさんの弟なんていう勲章めっちゃ欲しいけどね、俺。もう、まあそうだね、もう使いすぎてあいつそればっかだなって言われてももう、うん、もうなんだろう、全然色出なくなっても使うけどね、そのマジック。うん。えげつない使い方するけどな。マジックなのに、なんか、うん、なんかね、長さ減るぐらいマジック使えたら。ヘンブスみたいに。なんか言えないもんね、まだ、ウノさんのことをね。まあ、そうね、うん。カードとか使ってほしいわ。うん。ウノさんのカード。そうね。でも、ウノのカードだからとか言ってほしいもん。うん、もうだから本当に。そうだよなぁ。パンスト履いててほしいもん、もう。ああ、そうね。かんちゃんにズボンバー脱がしたら。うん、いや、面白いよな、浜川なぁ、うん。それ出たら。いや、そうね。かんたうの
野さんのことはでも喋ってんるよね。喋、うん、って喋ってる、全然喋ってるでしょ、もう。で、もうがっつりいじる感じじゃないんだよ、うん。なんかあるんだろうな。距離が近ければ近いで。うん、宇野さん自体はこう、バラエティずっとね、うん、第一線でやられてる方だから、うん、何でも OK なんだと思うんだけど、うん、面白いよな。あの二人はちょっと面白いな。まあそうね、何かでこう、また。あんなヒロシのコーナーとかやらしたいわ、カンちゃんに。ああ、いいね、西村さんと春日がやったみたいなやつ。ああ、いいね、ちょっと想像できないね、カンちゃんが全裸って。でもそれはさ、でもダメなんだろうな。なんだろう。なんか大坪さんを全裸にするような感じじゃん。カンちゃんを全裸にするって、あの、音響の。まあそうだね。大坪さん全裸にしたらもうやめようよって話になるじゃん。それダメじゃん。まあそうだね、うん、そう、やっぱ聖堂さん裸にするのと分け違うね。分け違う。聖堂さんはね、別にお笑いの人だから、ね、何してもね、 OK。 だから春日とか西村さん裸してもさ、その局部がしっかりしてるじゃん、だからいいんだけど、そう、どういうこと。局部がちゃんと、うん、あの、笑える、笑える仕様になってるからね。まあまあそうだね。うん。バラエティ、局部がバラエティだね。局部がバラエティ。ほら、うん、ラテランみたいな、バラエティっていうのが書いてあるじゃん。カンちゃんって別にそうじゃないからね。まあそう、でも一回やってみないとわかんないね。そう。意外に面白いかもしれないけどさ。お前が OK だからそう思うけど。うん、それやっぱりね、うん、いやいや、裸になって本人は OK でも、うんうん、周りが、いやいやいや、ちょっといいよ、うんうん、ね、君はいいよっていうタイプの人もいるじゃない。うん、はい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 。うん。だけど、本人は嫌がって、うん、またそれも逆もあるじゃん。本人が嫌なんだけど、周りから見てすごい面白いっていうパターンもあるじゃない。はい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 。だからやっぱりね、一回ひんむいてみないとわかんない。いやでもさ、それでさ、うん、俺はさ、なんか、これが嫌なんだけど、カ、う、ン、ん、ちゃんがヒロシのコーナーやって、カンちゃんは、分かった、あの、でもごめんね、うん、面白くならなかったらって多分言うんで、うん、あの、うん、保険打つ癖あるから、カンちゃん。うん、分かる、想像。で、ヒロシとさ、浜谷と春日がさ、うん、浜谷と春日とカンちゃんが裸なんじゃん。うん、で、ヒロシのコーナーで俺がなんかやって、うん、わーってはなるよ。うん、でも、一瞬、カンちゃんが、うん、悲しい顔してたら俺は嫌なのよ。それは一瞬でも。いや、でも、それはもういい、それはもういいじゃん。受けてたらね、周りが。受けてたらいいと思うのよ、うん、春日とか浜ちゃんは。神田ちゃんもそう、やっぱ芸人なんだからさ。それで受けなかったらやっぱりね、うん、やっぱりそのダメというか、似合わないんだという、うん、似合うか似合わないかよ、うん、似合わないっていうのは俺もあるよ、うん、そう、俺も散々な空気にしたってことあるし、うん、そうでしょ、うん、そこだけよ、もうだから本人の意思なんかもう関係ないよ。似合うか、笑えるか笑えないか。言ってることは分かんないよ。笑われたらもう OK。言ってることは分かんないけど、悲しい顔って見たくないのよ。それも言えばよ、悲しい顔すんなみたいなの言えばさ。悲しい顔するなは言うけどさ。うん、それがまた見たればもう OK。さ、嫌なのよ、マジンガンズのラジオ聞きながら、うん、かんちゃん一瞬、なんか、これがやりたいんじゃないんだよなって顔してたなって思うのは嫌なのよ、俺は。いや、でももうそれは、うん、受けてたら、実はそういう宿命の人なんだということで、はいはい、裸になって笑われる。いや、それだってもうすでに面白いじゃない、うん、イベントでガチで切れて3日後にツイッターで、うん、あの、さらに、うん、さらにこういうことで怒ってましたって言っちゃう人は。やっぱり許せないってね。そいね、そいつを裸にして。それはもう。やっぱ面白いけどね。うん。うん。いやー、で、俺はね、もちろん嫌なんだよ。あの、俺は嫌なんだよ。うん、自分が、たちがもう全然出れなかった時期も長いしね、うんうんうん。そういうテレビにありがちなさ、最近出てない的ないじり。うんうん、俺はもう嫌なんだよ。うんうん、だけど、うん、なんかその、そういうこともさ、うん、言いたくないけど、本人たちがそっちの方が生きやすいなら、言うもんね。まあまあそうだね、うん。本人たちがどっちかだっていうのを目でささくりながらだけど、うん。まあそうだから受けられるかどうかっていうところはね。言わなきゃいけないところもあるよな。まあまああるけどね。そういうのもね、OK。OK なのそれは。OK、OK、OK、そんなもん。なんだよ。お前っていうか、その、浜感的によ。いや、まあ、OK じゃなくても。浜ちゃんは多分全然大丈夫。そうね。うん。浜ちゃんは、ババゾノさんのフライデーだけどもね、触れちゃいけない。
あれも、あれこそいじんなきゃダメだよ。何やってんだバカタレっつって。なんかね、ごちゃごちゃ言ってたけどさ。言ってた、言ってたけどさ。いいのよ、そんなのは。本当に和也さん、今年も、ありがとうございました。どうもありがとうございました。なんか、どんな一年でした？いや、めんどくせえな。何個もこのタイミングで。めんどくせえって振り返りと。振り返りと抱負は一番めんどくせえんだからさ。うん、やめなさい、急に。まあまあ、そうね。うん、じゃあ、そうだ、本が発売されたってこと、番組本第2弾、オードリーとオールナイトニッポン、まだまだ30代編。1750円ですね、うん。全国の書店で今発売中で。はい。全国の三省堂では特製のしおりがもらえるということなんでね。うん。いや、面白いですよ。そうね。自分たちで言うのもなんですけどね。結構ね、内容が。内容濃いと思うので、ぜひ、見てみてください。はい。それでは行きましょう。日麗プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい日麗、日本イーリモデル、サミー、日本触媒、大東建託、退職代行イグジット、株式会社オープンハウス、DMM.com。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン笑え。このラジオ始まって以来だと思うんですけど、うん、ちょっと同じ話しようかなと思って、先週。いや、そりゃいかんよ。だろ、同じ話したら。北九州のライブで高校生にチケットを渡しに行ったっていう話しようかなと思って。いや、ダメ、同じ話は。2週続けては。で、じゃん。うん、で、なんで、まあ、詳しく話すってことなんだけど、オチを先週話した話を、うん、ちょっと詳しめに話すってことなんだけど、なんでそれをやろうかって思うかっていうと、絶対面白い自信があるんだよね。それは先週よりってこと？うん、だったらいい。まあ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 いいよ、それは。うん、そうそう、うん、面白くなかったら最終的に判断任せて謝るよ。全然意味、2回話すと一緒じゃねえかってなったら。なるほどね。うんうん、はいはいはい。北九州ってゴンちゃん文字出身だから、うん、俺、青森一宮の中では、北九州一番余裕こいてたのよ、トークを作るって意味じゃ。はいはいはい、まあ、詳しい人がいるからね。うん、そう、ゴンちゃんに、まあ、できるだろう、任せたら、話が。大丈夫だと思って。うん、それで、行きのね、羽田に里見、うん、で、ゴンちゃん、青森と一宮連れてってないんだけど、うん、ゴンちゃん連れてっていいっつって、大輔と一緒に直談判して OK もらったのよ、うん、俺。なるへんそう。ゴンちゃんを連れて、北九州ほら、全部案内してもらうと。まああるし、そうなってくると、やっぱり、まあ、費用的なものもやっぱね。うん。こう、何、交通費と。飛行機代かかってる。ホテル代もかかってるわけだから。そうそうそう、ホテル代も。うん。それはもうね。そうじゃん。いや、そう、だからまあ、そこまでしてまでも、連れていくことは意味があるっていうふうに、んうん。ちょっと待って。何、二回目話すなんて言われに食いついてきてるよね、すごい。仕事だから？え？仕事してんの？いや、仕事してる。一回聞いた話だから、うん、分かるんだろうね、話の内容は。ネタになってんだね、じゃあもう。ネタになってるから。一回目じゃ気づかなかったことに、やっぱ気づくもんだね。デートネタみたいになってんだ。まあ、だからアドリブみたいなもんね。アドリブみたいなね。いや、それで、うん、羽田にね、行きで、里光とゴンちゃんと3人で集まったわけ。うん、飛行機フライト出る何時間か前に喫茶店で。うんうん、で、そこでもうゴンちゃんにどこどこ面白いですよ。いや、もうトークばっぱすぐできるわ。一番余裕だったよ、もう。最高だね。一宮中で。うん、で、聞いて、なんかね、だんだんあれと思ってきたんだけど、いや、昔とは違ってますからね、みたいな、うん。シャッター閉まってる店とか多くなっちゃってると思うんすよね、とか、うんうん。ここはどうなの、ここはどうなのつってさ、なんか、地図とかさ、はい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 、指さすたびにそんなこと言うのよ、うん。で、
いや、最終的にさ、いや、あの、僕、あの、高校がもう寮だったんすよ、つって、うんうんうん。で、ほとんど部活で、あの、出歩かなかった。そして、高校卒業してすぐ東京来ちゃったんで、うんうん、っていうのよ。で、いや、こいつマジかって、中3までしか、知らないっすよ、つって。違う、俺はさ、ゴンちゃん北九州ついてきてもらえるって、ゴンにも頼んで、入れてもらったのよ。うん、あの、付け焼き場で。はいはいはい。でさ、いや、それさ、言った時点で言えやと思って、俺、わかんないっすよ、つって。で、今で、18から、一回ももう帰ってないから、住んでないから、来て、もう、だいぶ変わっちゃってると、20年前だから、43だからさ、今。じじいだな、おい。25年前の、北九州しか知らないって、羽田の喫茶店で言うのよ。そんな直前に言われてもね。うん。だって、それは分かってるわけでしょ？そうそう。ってさ、自分が頼みにされてるなっていう。うんうん、そうじゃん。うん。で、俺は、帰れって言ったのよ。北九州に、行く、まさに当時、はいはい、意味ないと。うん。したらさ、なんか、この返しはねえだろうって言ったら、帰れって言ったら、うん、ちょっと待ってくださいよって言うのよ。それ違くない？なんか。俺は北九州のガイドを期待していたのに、帰れがボケのボケみたいになってんだけど、いやいや、6割マジの帰れだから。まあそうだね。すいませんして、うん、それでもうゴンちゃんの後輩とか、同級生でね、店やってる人いないのかと。で、その人のとこ行って、その人がめんどくさい人だったら、これでもトークすぐできるじゃない。できる。うん。で、いないのって言って、いやー、いないっすよねー、つって、もう中3以来。連絡取ってるやつが一人しかいなくて、そいつは西新宿に住んでるんですよね、とか言って。もう、心臓バクバク、これ怖いじゃん、このツアー。トークできないかもってプレッシャーに苛まれんのよ、一週間前ぐらいから。やっぱり、時間の制限があるからね、次の日のライブ。時間の制限あるわ。ライブはまあ夕方だけど、言っても昼までじゃない、うん、昼までだから。会場入り時間2とかあってなんだかんだあるから。で、漫才もね、やるし。もう全然時間ない。一日もないよ。それで、まあ、番組言っちゃうと動物ピースがあるじゃない、うん、夕方まで。まあね。大体も当たる、その動物ピースの週なのよ。週なのよ。このツアーが。週な、なんだったらサファリパーク行った後に一宮とか行って。あった。青森一宮そうだった。青森一宮サファリパークの後飛行機して夜真夜中ついてトーク一本作れっていうさ。なんだあれよ。なんなんだあれって放送されないからさ、動物ピースがさ、つってさ、ライブで喋ったらさ、動物ピースのスタッフが見に来てんのよ。遠いとこまで来てんじゃないよ。ありがたいよ、ありがたいけどね。すいませんでしたとか言われちゃって楽屋で。まあまあ、向こうも仕事というかね。俺らもね、仕事はしっきり動物園さんは本気にやってるんですけど、それで、いや、どこで笑ってんだお前。それね、空港行く前さ、なんか、したら帰れとか言って、ちょっと待ってくださいよみたいな。同級生で店やってる人いないって。北九州じゃなくても博多でもいいわ、うん、博多に行くわ、うん、つったら、いやーいないっすねーとか言って、うん、したらどうすんのマジで。つったら里光が TOTO の工場に、うん、普段土曜日入れないんだけどなんとかできるっていうのよ。したら里光の方が北九州に関してなんか実力あるじゃん。TOTO の工場にが土曜本当は閉まってんだけど朝入れてくれることができる、なんとかお願いしてって。いや、町田の男が。町田の男が。町田出身、育ちの男が。北九州の使えない男の代わりに。それでさ、お前、ゴン、本当に意味ない。お前、旅行だからな、つって。いや、そうだな。もう確定だよ。旅行のことはもう確定じゃん。先言えよ。その時点で。ね、北九州、ばあちゃん、飛行機の中でさ、ほんとマジで、いや、どうしよう。マジ。でも、とうとう、次の日の朝から、ギャンブルだなぁと思って、これで、まあ、楽しみのサイズがしっかりしてるとこだろうし、みたいな感じよ。まあまあ、でもまあその一発では怖いよね。そうそうそう。いろんなことやっぱりしときたいじゃない。何がこう話になるか分かんないからね。そうそう。あ、うん、それでさ、行きのさ、羽田の北でゴンがさ、スマホ見ながらよ。うん、あ、わかった。競輪がありますね。つって言うのよ。小倉に。うん、小倉競輪、ね。北九州、小倉競輪ありますね。うん。まあ、あるだろうよと。うん、で、競輪ね、いいなと思った、俺も、うん。で、これ夜のナイター、ミッドナイトっていうのがありますよ。あ、いいよ。うん、で、うん、競輪に行きたいし、ってなったんだけど、それをスマホ見て、
調べてたらもう条件俺と一緒なのよ、うん、まあそうだね北九州出身のビハインドゼロ、うんまあまあ何もしないよりはマシか、うん、でもまあでもな、うん、でまあまあでどうしようかな飛行機なんか考えてついて北九州空港、うん、ほいで空港から出てさスマホのさ、うん、電源入れんじゃない、うん、だからメール一件来てて、うん、でそれ開いたら大輔からで、うん、で言ったじゃない、はいはい、先週になるかこのラジオで高校生で落選したり北九州来るって人メールくださいって、うん、だから、うん、本当のガチで一通しか来なくて、うん、その高校生からのメールが、うん、でそれ見たら、うん、転送されてきたのを、うん、まあいつもラジオ聞かせても16歳ですと、うん、おいでラジオネーム、朝礼に朝礼ね。張本くんの卓球の朝礼に朝礼ですよ。で、これセンスあるなって思ったんだけど、一行目で。いつも、若林さんのトーク楽しませてもらってますって来たのよ。ないよ、全然センスない。オードリーの番組に。全然センスない。番組に来たメールで、俺に来たんじゃないよ。オードリーの番組に来たメールで、若林さんのトーク楽しませて、これセンスあんな。ない、全然、しょうもないよ、男だよ。斜めの夕暮れも読みました。うん、いいですよ、しょうもないよ。で、北九州応募したけど、うん、落選してしまいましたけど、うん、で、12月23日が誕生日なんだって。うん、だから、日付上はラジオを、うん、やってる間に誕生日を迎えるんで、うんうん、ライブはいけないけど、僕17歳のいい誕生日になります、23日。ラジオ、はいはいはい、九州からやってくれてんだなって思いながら聞きます。うんうん、九州の子でね。うんうん、で来たわけよ。で、相当俺たちが高校生のリスナーがいないと思ってんだろうな、と思ってんだろうね。うんうん、一応証拠ですって言って写真が添付されてたんだけど、うんうん、その朝礼に朝礼の学生証の写真がありつけられてたんですよ。まあちゃんとしてるやつだな。そう。間違いないということで。嘘じゃないとね。そう。で、うん、大好きに電話したの。あ、このメールマジっつった。いや、マジなんですよ。で、落選しちゃったみたいで、うん、みたいな。ほ、うん、いで、若さん、それで、北九州空港から、うん、10分ぐらいで着く距離なんですよ、って言うから、うん、あ、ほんとっつって、わ、うん、かった、ありがとうっつって、電話切ってメール転送してくれて、うん、ありがとうっつって、うん、で、里光と、ゴンちゃんの会議を、そこまで。はいはい、だから、ミッドナイト競輪、結構夜遅くまでやってるから、うん、空港から10分なら、この子ん家に行って、うん、明日、一席、うん、なんとかすると。うんうんはいはい、だから、見に来て落選して、高校生少ないからって言いに行こうと。サプライズで。なるほど、ね。誕生日プレゼント兼クリスマスプレゼント。で、特別にね。で、競輪でいいじゃんっていう話になったわけ。うんうんうん、まあまあ最高だよね、うん、そんなの。で、いいっすねってゴンちゃんが言ってて。うん。ほいで、タクシーに3人で乗って、で、乗ってる時によ。うん、これどういうつもりなんだろうなと思ったんだけど、ゴンちゃんが、若さん、これっつって渡してきたんだけど、北九州観光大使、ビッグスモールンゴンって書いてある、うん、山口県の橋の写真が、ちっちゃい写真がポンって貼り付けてある、観光大使の飯を俺に渡しても、火に油じゃん。なんなんすか、そのタイミング。俺、挑発されてんだと思ったもん。も中指立ててんのと一緒だよ、この飯、このタイミングでは。お前って思ってんだよ。だってどういうつもりなんだろうね。どう、なんなのそれ。多分なんかその、飛行機のなんかチケットかなんかのあれで、うん、財布開けた瞬間思いついて、飯出してきたの。まあ、なんの意図もなくてもね。意図もないのよ、あいつのことだから。全然逆効果だけど、ね。逆効果。逆効果どころじゃねえな、それな。うんで、いや、俺今もらってもしょうがない、こんな名刺って返したら、ちょっと待ってくださいよ、とか言ってる。そう、やめろ、なんか。うん、芸人っぽいことすることやめろよ。芸人じゃないんだから、ね。うん、ないんだから。芸人憧れ、やめろ。テレビで見たやつやるなよ。それで、なんか高速に乗ってたんだけど、うん、その子ち、ね、10分で着くってことだから、うんうん、運転手さんにね、うんうん、運転手さん、それで、うん、サンタクロースの格好していこうってなったのよ。うんうん、ちょうどクリスマス。まあまあ、盛り上がるんだろうね。そうそう。で、この辺ね、ドンキホーテみたいな感じのとこありますか、うんうん、って運転手に聞いたら、うん、あ、ありますよつって、それですぐ高速降りた瞬間、うんうん、もう、
50メートルぐらい先にドンキホーテっていう看板ちょうど見えて、これもうこういう時にいいトークできるじゃん。できる。もうなんか、わかる。転がってってる。転がってってるよって。うまい、うまい、うまい。いいよ、いいよ。いいよ、いいよと思ってで、それでもうゴンの怒りは忘れてて。で、ドンキホーテで、俺と里光が、サンタクロースの衣装を買います。で、その間に小倉駅でゴンちゃんがレンタカー。借りて、借りてきて、ドンキホーテ戻り、俺と里光ピックアップして、その子に向かう。なるへそ。うん、段取り。いいね、いいね、もう時間短縮になるし、ね。ちょっとゴンちゃんと、ちょっと一旦離れたかったっていうのもあるんだけど。なるほど。そうだ、一回距離取った方がいいね。うん、何をされても、お前って思っちゃうテンションに入っちゃってたから。それはお互いに良くないから、ね。良くないから。うん、一回ね、うん、冷却期間がね。で、ドンキホーテ行ったらさ、なんかこう、衣装がわーってな、並んでて、おいで、サンタクロースの衣装あんじゃん。うん、あるだろうね。それありますよ。あってさ、それで、里光とゴンちゃん用にさ、あの、トナカイのさ、角がついたさ、被り物も二つ買って、いいね、フェルトのさ、あるじゃない。ほ、はい、で、レジ通して、ほ、いで、その買い物の袋そんなワッサーになって、で、あともう一個、バースデーカード。ああ、はいはい。その子のために買ったんですよね。ネクタイ型のね。紐で首から吊るせるネクタイをパカって開いたらメッセージかけるさ、キラキラした、ハッピーバースデーっていうのが、キラキラ。女の子の小学生があげるようなやつあんじゃん。あえて、あえてですよ、そうね。あえて、あえて。で、買って、で、メッセージを書いてたの、朝礼に朝礼。応募してくれてありがとう。誕生日プレゼント、クリスマスプレゼントで、明日君を招待します。踊りわくわして書いてさ、ネクタイにさ。たらゴンちゃんさ、レンタカー借りてさ、ちょうど、ドキュメント前来て、乗って、で、その子のメール、転送されてきたメールの住所をナビに打ち込んだんですよね。はいはいはい。したら、そこで、到着予定時間が2時間10分って出たんですよ。で、そう、大輔に電話して、大輔2時間10分なんだけど、つったら、あ、今ちょうどすみません。ちょうど、電話しようと思ってて。LINE の方にはもう送ってんですけど、すみません。2時間10分の 2H のところを見ないで送、10分で行っちゃいました。って言うのよ。やっぱそれも意味がわかんないんだよな。離れてたのか、やっぱ 2H と分のところがすごい離れてたのか、間が。それはさ、もう時計じゃないじゃん。離れちゃったら。そうじゃないって意味がわかんない。パッと見でわかる、見えるじゃん。一目でわかるじゃない。うん。ね、うん。興奮して視野が狭くなった。いや、だとしても、そんなに、その、分のところしか見えないぐらい。興奮してるから。いやいやいや。離れてりゃ分かるよ。謹慎だな。謹慎、これも謹慎。春になるまで謹慎だよ、これな。で、それで。意味分かんないんだよ、やっぱそれ。小倉から久留米。うん。だから九州の人はもう爆笑なんだって、小倉から。で、聞いたらどれぐらいの距離かって言ったら東京からだと、熱海ぐらいまでなんだよ。遠いよ。熱海往復はね、ちょっと行ってみるかの距離じゃないからね。もう小旅行、小旅行。でもさ、サンタクロースとトナカイ買ってバースデー買って飛んじゃってっからさ、もう行くしかねえっつってさ。まあそうだね。出発したのよ。行くしかないよな。往復で4時間半よ。で、その子と喋ったらもう5時間過ぎるわ。もう夜中だ帰ってくるのね。で、バーって走り始めて、ほいで高速に乗ってさ、2時間10分かかんのよ、どう考えても。で、ゴンちゃんがさ、遅いのよ、車が。いや、速度守んないいんだけど、一番左車線をさ、65キロぐらいでさ、逆に良くないぞ、遅すぎる。で、ゴンちゃん、こう、遅くないっつって、左車線にしてもさ、いや、明日の主役を乗せてるんで、とか言うのよ。ふざけてるな。今、羽田からの流れ聞いてるとふざけてるな、それ。北九州出身のやつが全然知らない九州の高速を走ってんすよ。だからやっぱり安全運転になるから行き先の Y 字路とか、どこ方面とか言うの、どっちだどっちだどっちだ普段ナビ見ないんでとか言いながら、どっちだどっちだとか言って65億とかでさ。何しに来たんだよ、ほんとよ。で、ちょっと遅いなとか思いつつ、で、まあ2時間ありますから、1時間運転したところでサービスエリア入ろう、つって。入って、と思って。それで、これ時短のために、もうここで着替えちゃおうと思ったの、俺。サンタクロースの衣装に。で、トイレ入ってさ。
サンタクロースの衣装着てさ、うん、赤いさ、あれ、うん、上と下、うん、で帽子、うん、であのヒゲね、輪ゴムでパッパチンって止める。それは別にそう、直線でよくないか。いや、そうそう思った。俺もつけてから思ったんだけど。でしてさ、でトイレから出てたらさ、うん、もうあの大爆笑しながらさ、二、うん、人がスマホ構えてんの。うん、待ってるわけね。で爆笑されてんだけど、俺あのサンタの衣装で二、うん、人もトナカイの被り物して、うん、もう全員40代なんですよ。早くついてほしいね。もうねそんな状況なで行くぞっつってまた車に乗り込んで、うん、運転席トナカイのも被ってるゴンなんだけど、うん、なんかなかなかなんか出発しないのよ。うん、あれと思ってパッて見たらゴンちゃんの、うん、あのねものすごい勢いで、うん、クリームパンを食べてたんですよ。はあ、腹減って、うん、どうしたのさ、すいません。昼から何も食べてなくてとか言いながら、うん、クリームパンをいやゴンちゃんちょっと運転変わろうっつって、じゃあおにぎりもあるから買ったから同業でねっつって俺運転するわっつって、で俺運転し始めてさ、高速また戻ったんだけど、よくよく考えたらさ、あの普通のクリスマスってさ、トナカイがさサンタクロースのソリ引くじゃん。ああ、もうそうね。うん、ね俺運転してさ、うん、助手席のトナカイパン食べてるってさ。なんだよ。逆じゃねえかよ。ちょっとなと思いながら。ああ、でもなんか言ってたな、うん。ライブ終わった後ぐらいに、うん、ゴンちゃんに、なんか、うん、あの、食べたのつって言って、うん、その、昨日の夜ね、うん、福岡の美味しいものってさ、うん、いやー、車の中でパンっすよ。いや、うん、今思うと腹立つ。嫌そうに言ってんじゃねえと思うね。ちょっと腹立つ。いや、嫌そうに言ってたよ。お前のせいだろと思うね。今考えると。それでまあ、うん、車内でさ、稲垣潤一のクリスマスキャロル聞きながら。うん、雰囲気出してね。雰囲気出さなきゃダメだよ。やってらんない、確かにね。かけないとね、クリスマスソング。そうそうそう、ワムね、ワム。メドレーだ、クリスマスソング。でもまあ、2時間ちょいかかって、着いて、で、高速降りて、でまあ、住宅街だったね。ちゃんとした一軒家がわーな。で、高校生でさ、一軒家だからさ、あんま夜遅くにできないっていうのも、まあ、でも10時ぐらい着いたのかな、夜中。まあ、ちょっと、なかなかね、スリリングな時間ですよ。人ん家行くのにね。でしょ、で、一軒家の前でエンジン音とかあれしたら、まあ、ちょっとあれだな、あとバレたくないしっていうのも、ちょっと遠目のとこに車止めて、表札をね、朝礼に朝礼の、本名も書いてあったから、その名字探しながら、一軒一軒の表札見てくんだけど、住宅街の、その静かに夜ね、俺サンタの格好してて、で、二人トナカイの被ってるんですよね、もう超不審者ですよ、全員40で。マジ、本当通報される可能性あるよ。そうね。見られたら。うん、でさ、見つけてさ、表札さ。よかったよかった。で、電気もついてんのよ。うん、ああ、起きてるね。うん、もう1階にも2階にも電気ついてる。あ、これ大丈夫だと思って、うんうんうん。で、俺さ、インターホン押したわけ。うん、ピンポンつって、うん。あのカード、あの、バスでカード持って。はいはいはい。で、もう、メリークリスマス、サンタクロースですって言おうと思ってたの。うん、ピンポンつって、返事ないのよ。うん、もう一回ピンポーンとしても返事なくて、うんうん、参考してもなくて、うん、あれと思って、なんだろう、これなんだろうね、電気ついてるよね、うんうん、まあいるわいるね、起きてるしね、絶対ね、言って、したらなんか、うん、里光が、いや、うん、帽子かぶってヒゲだから、うんうん、なんか怖いのか、なんか間違えてるとか、あとなんかのセールスみたいに思われてんじゃないの、怪しまれて出ないんじゃないのとか言って、なるへそ、あーなるほどとか言うので、うん、多分そのそれじゃん、多分。まあまあカメラとかもあるだろうし、ね。カメラついてるさ。ああ、まあそうだね。ゴンさ、うん、マジでシカトしたけど、俺も里道も。一軒家で家族で住んでんだよ、うん。お風呂入ってんじゃないですかねっていうのよ。マジ邪魔じゃない？その緊迫した空気。絶対トーク作りたい。喜ばせてあげたい。リトルトゥースの高校生を。そこで、家族全員で風呂。あいつそういうこと言うから一緒に旅行かなくなったのよ。あ、でも分かるわ。分かるでしょ。もういいのよ、バカの予想。うん、思ってもいいけど。思ってもいいけど。出さないじゃん、そんなわけねえって自分の中で消すレベルの。だから、お風呂入ってるじゃないっすもんね、一軒家だから。あったらいいよ。まあそうだね。お風呂入ってんすかね。バカだな。で、それを、バカなやつ、なんかね、展開すんのよ。で、お風呂入ってしたらまた20分後ぐらいに来てみます。
もうお風呂入ってるで決まってん。かつ、高校2年の男の子が家族で入るわけか。マジで、完成な住宅ができるサンタがトナカイぶっ飛ばそうな。そしたらもう。あっち来い、ご飯だけだ。いや、そうもう終わり。北九州知らねえもん、溜まってるから。うん、それやっちゃったらもう終わり。もう通報されて終わり。で、俺さ、髭取って。映ってるとしたら、はいはいはい、若林ってもう若林ですって言おうと思ってオードリーで、まあでもそれしかないわね。まあ出ない、ね、ないうん、帽子も取ってさピンポでまだ出ないの、ね、うん、もう、うん、買った意味ないのよ、サンタと一緒、もう帽子だけ取ってるあの画面上はそうかそうか、うん、で出なくて、うん、どうするっつうの、車戻ろうっつってさ、また車戻ったの、うん、で、ね、うん、で電話番号書いてあったかな。でもういきなり出てきて若林は無理だなと思って、うん、そのドッキリはと思って、うん、で、うん、電話番号書いてあってさ、うん、そのさ、で、うん、電話したのよ。もう言おうと思って若林が来てるね、うん。もうそれしかない。あの、うん、ちょっと怪しんでるから。うん、で電話して、うん、おいでさ、うん、あの出たのよ。うんうん、したらもしもしっつって、うんうん、あの朝礼に朝礼、うんうん、って言ったの。したら。はいはい、違います。え ?16 歳だから、ごまかし方も。もう、普通、朝礼に朝礼ですかって言ったらさ、うん、あの、何ですか、そえとか、何ですかじゃあ、何よ、うん、違います。もう、そうだ、ね。そうだと思ったから、オードリー若林ですって言ったのにしたら、うん、え、マジっすか、うん、マジっすか、あ、気づいたそこでって言ってんのよ、うんうんうん、で、うんうん、びっくりじゃんっつって、で今家の前まで来てて、うん、つって、あのちょっと、うん、クリスマスプレゼント渡したいから、うんうんうん、あの、うん、家あげてもらえるっつったら、うん、おーおー、もう言っちゃった全部、ちょっと待ってください、家族で聞いてきますとか言って、まあそれはまあまあそうだろうね、びっくりする。で、まあ、しばらくして、戻ってくろうとしてガチャンって、うんうん、すいません、家の中は無理でしたけど、無理か。まあ、急に片付けてないとか、そういうことね。そうそう、家の中の方が、トークができるけどな、とか思ってんだけど、頭の中で。まあ、そっちのありがたい。ありがたいでしょ。まあ、でもしょうがない。しょうがない。じゃあ、玄関まで出てきて、つったら、うんうん、はい、とか言って、うんうん、で、玄関の、その、出てきて、で、サンタの格好して、待つとさ、うんうん、ヒゲもつけて、出てきて、うわ、本物だ、本物だって言ってて、もうさ、可愛いさ、つぶらな瞳したさ、うん、なんかこう、うん、ナイキのフードパーカー着たさ、高校生よ、家だ、うん、したら、お父さん、うん、お父さんも出てきて、うん、お父さんも同じ、あ、本物だうわんと言ってて。まあまあ、なるだろうね。中学生ぐらいの弟も、うん、本物だって出てきて、ほいで、朝礼に朝礼ね、これプレゼントだ。はい、バースデーカード渡したりしたら、もうさぞ喜ぶなと思ってさ、そしたら朝礼読んでるわけ、それ明日君を招待します、うん、ええ、うん、マジですか、本当ですか、本当ですかって言ってんのよ、いいで、うん、明日よかったら見に来てよ、うん、って言ったのよ、うん、したら、うん、明日かって言うんですよね、うん、うん、で明日か4時あるっつって聞いたら、用事はないんすけどって言うのよ、用事ないんだ、え来れないかなっつったら、いやー、なんでっつったら、ちょっと遠いっすね、そうでしょと思って、なんで応募したんだよ、分かってたらその会場との距離を、だって。なんで急に。それで。急に遠いと思い出したのかな。で、俺はさ、何なんだろう、びっくりしてさ、そういう時さ、うん、わーとか、遠いってなんだよ、来いよ、うんうんうん、ツッコミ芸人として、入るかなと思ったけど、うん、遠いっすねって言われて、うん、遠いよなーって言ったの。それもなんでなんマジでちょっと待ってくれよってならないの、もうなんかもうびっくりすぎてってこと。で、そっからはもう、うん、俺はお父さん待ちだったの、横にいる。お父さんが、うん、お前何言ってんだ、行け。なるほど。俺は運転してやるよとか、街で話を伸ばしてたの、俺は。うん。まあ、遠いよな、俺らも来たけど、びっくりしたよ、うんうん、2時間の、うん。でもな、明日俺らのライブでさ、頑張るからさ、うん、とか言って、うん、ああ、そうっすよね、でも遠いっすよね、つって、うん。で、お父さんの顔をパッて見たらさ、うんうんうん、ずーっと本物だの顔したままなのよ。使えねえな。使えねえ。出せ早く。それでっから俺が運転するからお前行けって言え早く。で、俺はよし、もう諦めた。よし、わかった。
じゃあ、記念撮影しよう。そしたら、ちょっと待ってくださいとか言って、うん、あの、その、朝礼に朝礼が、うん、あの、サインくださいっつって、バババーって言えもん、はいはい。で、またダダダダダつって戻ってきたら、うん、右手に、うん、俺のエッセイ、斜めの夕暮れ持って、で、斜めの夕暮れとマジックペン持ちながらさ、うん、これにサインお願いします。うん、もう本当に良くて、うん、あの、もう2週読み終わりました。すごい。いや、斜めの夕暮れ2週読んで、久留米から小倉まで来ないか。遠いのよね。遠いんだよな。で、サインして、うん、渡してありがとうございます。まあまあまあよかったので、うんうんうん、お父さんと、うん、あの、中学生の弟にもなんかサインして、うんうんうん、おいで、車に乗り込むんで、もう帰りますよ。うん、車に乗り込むときに、俺がね、うん、運転席のドア開けたときに、うん、えお父さんが言うのよ。うん、え、うん、春日さん運転すかって言うのよ。で、マジかと思って、嘘だろうと思って、うん、春日さん運転なんすかって、もう背後から聞こえんのよ、うん。で、パッて上向いたら、うん、一直線に俺の方見てんのよ。うん、あー、マジかと思って、あの、お父さん、うん、僕若林です、つって言ったのね。うん、したら、うん、あすいません、申し訳ありません、つって、ごめんなさい、つって、いや、すいません、つって、いや、違うんですよ、あの、若林さんが運転だのかと思って、ちょっと気が動転して春日さんって呼んじゃって、ってわけわかんないこと言ってんのよ。いや、だって、あの、このメンバーだったら、あの、ゴンさんが運転だと思うじゃないですか、つって、ゴンの名前は知ってんのよ。どういうことなんだよ。なんでかっていうと、あのゴンがほらボイガーセブンっていう九州でずっとレギュラーやってたから、ゴンはゴンって知ってんの。有名人だね。北九州やっと発揮された。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中。オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。いやだからね、うん、その先週の北九州、うん、まあ九州朝日放送さんからお送りしたあの番組、うん、あの番組っていうかまあこの番組ですよ、うんうん、先週ね終わった後、うん、言ったわけ、バカレンさんに言われたからね、うん、まあ、言われたからっていうか、うん、まあ福岡もやっぱりもうちょっと楽しまなきゃいけないし、うんうん、まあ付け焼き場ともね、うん、うん、まあ、せっかく地方に来てるから一緒に飲みに行ってこう、まあ、仲良くなるじゃないけど、まあね、うん、ちょっと距離を縮めようかなと思って、うん、募ったわけよ、うん、ね、終わった後、うん、誰か一緒に行きませんなんつって言ったら、うん、手を挙げたのはヒロシでさ、ヒロシ一人しか挙げねえの。あ、まあな、うん、みんな疲れてるからな。でなんかヒロシと私が行くみたいな感じでなんかエレベーターに乗せようとするからさ、いやちょっと待ってくれと、でも全員とまで言わないよ、そこにいたね。いやだけどヒロシと二人はきついだろうと、うん、あんま見えないわ。でやっぱそう飲んだ、まあね、新年会とか飲んでるけど、うん、基本的にヒロシのことやばいやつだと思ってるから私はね。ヒロシって二人で飲むやつじゃないから。いやそうでしょ、うん、何か飲んでヒロシのなんかね、ポンコツ話を聞いて、うん、いい壁になる感じね。そうそうそう、うん、なんか突っ込むみたいな感じだから、うん、二人ちょっときついねって言ったら、うん、その対奥田がね、うん、まあじゃあ僕行きますなんつって言って、まあね、来てくれたね、まあ、三人、うん、まあいないとな、うん、対奥田もまあどうなのと思ったけど、ね、じゃあ誰がいいんだよ。じゃあそういった意味でいないの、人材が。人材不足。一人でいてよ、じゃあ。あ、向こうにも嫌われてるしな。いや、だからそんなことねえだろ。難しいよな。嫌われてはいないよ、多分。うわーって思っただろうし。うわ、誘われてるよ、つって。これから、うん、これから、春日の悪口を言って飲むつもりだったのに。向こうから行こうって言ってきたから。毎週恒例をね、毎週恒例。かと思ったっていう現場だからね。そんなことない。もうおしまいだよ、そしたら。お互いがなんかその嫌い合ってたら。こんなもん、この。ほ、うん、いで、まあね、三人でね、うん、まあ行くことになったんだけど、まあ結果的にその、うん、ね、全部その、言う、まあ大きく言うと、ヒロシに結構いろいろ振り回されたという、まあ、話になるわけですよ。うん、なるほど、ヒロシに。そうそう、うん。で、とりあえず、なんか、まあどこ行くなんて話になって、うん、まあタクシー乗りながらね。うん、で、ヒロシが、じゃあ僕あの探します、なんて言うから、うん、そのスマートフォンを駆使してね。うん、で、まあそんなに離れて繁華街というか、うん、あの、盛り上がってるところから、うん、その間にパーッとこう調べてさ、うん、したら、あ、なんかいいとこありました、なんつって言って、うん、何々どういうとこつって言ったら、あの、砂浜バーがあります。え、うん、なんて言うのよ。うん、それな、何つきたい、なんかその、砂浜みたいに、バーがなって、いや、そこさ、もう3時半とかよ。うん、
にさ、あの男おじさんよ、おじさん3人でさ行くとこじゃない、ないんじゃないそれがっつって、で砂浜のビーチみたいな感じでおしゃれなとこらしい、いやもう絶対違うじゃんっつって我々3人が行くの、あともうなんかちょっとね、こうバスでのじゃないけどちょっとこの、ね、年金の入った居酒屋さんとかで飲む方がいいんじゃないみたいな感じだったんだけど、いやここ多分いいと思います、だってヒロシがすごい押すもんだからさ、じゃあ行こうかなって言ったのよ、したらまああのビルのマンションというかビルのまあ一室みたいなところで、で、バッて入ったら結構盛り上がってんの、お客さんいっぱい入ってて、まあ、バーだからカウンターがあってね。で、まあ、フロアっていうんですか、まあ、フロアのところが、もう全部この白い、その砂。で、部屋の中なのよ。わーってなってて、で、ほんとビーチ、砂浜みたいな、なんか、塔の椅子みたいなあんじゃないか、バリゾート地に、そうそうそう。あれとかのテーブルセットみたいな、4つぐらい並んでて、で、で一つ空いててね、そこ座ろうなんつって、で店入るときにみんな裸足になるのよ、靴も下駄箱みたいなって靴下も脱いで、で砂浜にこうね、踏み入れしたら気持ちいいのよ。まあなあ、なんかちょっといいなと思っちゃってる。なんかこう柔らかいってことです。砂もなんかちょっと柔らかい感じの。リラックスできそうだよね。そうそう。で、あそこのあのトーンとこ座ろうなんつって、3人で座ってさ、で座ったら、なんかひんやりして気持ちがいいわけ。はいはい、砂浜がね、つって。ヒロシ意外にいいじゃねえかなっつって言って、で、さ、おじさん3人でさ、ドリンク車でさ、なんか足でこう山作ったりとかさ、こういろいろ。リゾート気分。格好のお客様じゃん。遊んでたのよ。それで、まあでもまあ良かったんだけど、でもまあなんか、お話、まあね、やらしい話、何かこうお話ができればいいと思って私も言ってるからね。うんうんうん、せっかくこう行くの、うん、もうやっぱり、ね、ラジオ終わりで、その昼間にね、ライブやって、うん、その日も朝からトーク作りみたいな感じで動いてるから、うんうん、まあ眠いっちゃやっぱ眠いわけですよ。まあね。疲れてるしね。うんはい、だけどまあ、行くってことはやっぱ何かしら持って帰りたいと。うん、ね、今日のこの放送のために。っていう、あれがあるから、気持ちがあるから。うん、まあ砂浜いいけど、これ、そんなお話にはならん。何も起きないなと。一応なんか起きるかなと思ってね、うん。なんかこう、店員さんがね、あそこあのインスタ映えするとこなんですよ。一角の端っこのところに、うん、あの、よくナイトプールとかあるようなさ、うん、あの、白鳥のなんかゴム、ピンクの。乗るやつね、とか、なんかそういうなんか浮き輪みたいなのがあって、うん、で、ここで撮るといいんすよ、なんつって。うん、しかもこの、人魚になって撮るといいんすよ、みたいな。こうやってなんかこう、吐くさ、なんか、おひれみたいな、魚のひれみたいな人魚、なんかそれも青とかさ、なんかキラキラがついて、これ履いて、あの、撮ると、あの、インスタ映えするんです人気なんですよ、って進めてきたからさ、で、ヒロシが、じゃあ、あの、僕、あの、やります、って言って、人魚の履いてさ、横たって、ね、いるんだけど、誰一人、まあ二人だけど、両方とも写真も撮ろうとしてさ、まあ、そうだろうな。面白くないじゃん、別に。まあなあ。ね。僕、やりますって言ってるしな。言ってるし、そう。やらされんじゃないしな。あ、全然やります。全然やりますって、放送作家が言うから、やる前に。触れよ。ちょっとでも、きついっすよね、うん、俺って、我々の年齢でねって。そしたら、そうそう、いや、お前やれよで、ちょっと変わるじゃん。うん。僕やりますあ結構こういうの好きなんでなんて言って、ね、全然ダメだわそんなやつわーって吐いてこうなんか人魚っぽく横たわってさ、うん、実力ないやつは振りが分かってないから、ね、言うもん振りの方が大事だって言うもんね言うもんね本当はねいやこれダメだここは申し訳ないけどお店はいいけどめっちゃ面白いじゃん、うん、お店はいいけどこれダメだなと思って、うんうん、まあねそれ以上はね、うん、申し訳ないけどで、うん、まあお店にいながらもう時間もないから、うん、そうしても4時ぐらい4時過ぎてるぐらいだからさ、まあ、行けないでしょほとんどでもう早く帰りたいっていうのがあるんです、うん、ホテルにさ、うん、でちょっともうね、うん、あの飲みながらねバーっとまた広瀬探してよって言ってたのよ、うん、でもう店内はもう我々だけ男だけ、うん、あとはもう男女22とかさ、うん、そのね、うん、男女みたいなアベックみたいなまあ盛り上がってるその中でさ、うん、まあいてもちょっと恥ずかしさもちょっとあってね。ちょっとね。でしばらくしてヒロシが急によ、うん、まあちょっとまあちょっとお下品なことになっちゃうけどね。うん、そのままヒロシが言ったもんそのまま言うけど、ヒロシが急に大声で、うん、カザさんつって、うん、ヤリマンが集まるクラブありますって、その雰囲気の店の中でなんかもう、まあ、発見した喜びなんだろうね。なるほどな。あんまもう言わないじゃん、ヤリマンって。言わないね。ヤリマンが集まるクラブありますこいつなんだよと思って。絶対言っちゃダメだよ、砂浜バーで。絶対ダメだよ。うん。で、おい、ヒロシ、おい、つって。
もう怖いね。巨大ザメが打ち上げられたぐらいの怖さある。もうキャーじゃない本来だ。もう逃げ出したいぐらいだ、もう砂浜から。上手ワンね。キャーもう、でも泣くよ。うん。ノーモーションでもうザワー上がってきてさ、上手が。怖いね。怖い振りもなく、やっぱバカだからさ、つまんないやつが振りがないわけよ。振りがない。うん、振りがなく、やりまんが集まる、グラバれますって言ってさ、うん。んで、お前、ふざけんなっつって言ってた。もう普通に。振りがないね、確かに。振りがないから。まあ、ふざけんじゃないよ、つって、やめなさいよ、つって、ね。いや、カセカセもう興奮しちゃってるから。いや、しかもですよ。で、まあ、そういう、そんなクラブあるわけねえだろ、つって。やりまんしか来ないクラブがあるらしいです、当該。そんなクラブ。その、やりまん限定でその店が応募してんのか、みたいな。いろいろ出てくるね、疑問は。それじゃないと入れない店なのか、つって。いや、もうそうじゃないですけど、うん、どのブログとか、うん、どの書き込み見ても、もうそうしか書いてないと。うんうんですよ、つって。うん、もう絶対、もうそういうクラブです。で、しかもですよ、つって。今日、セクシーサンタコンテストやってるんですよ。うん、って言うのよ。はいはい。で、それ聞いてさ、ちょっと、いいじゃないと思ってさ。すぐ変わんな。飲み込まれてんじゃねえか、感じ。私もやっぱりそう、イベントとか、まあちょっとね、うん、好きだってのは、うん、ああ、いいじゃない、セクシーコン、あ、そう、うん。なんかできそうだなと思ったから。うん、お話がね、うん、やらしい話。うん、おいで、じゃあもうそこ行こうというか、もうそこ行くしかないと、うん、もう出るしかないよ。そんな風になっちゃってるから。なるほど。もう、大声出しちゃってるからさ。でも出ようって言ってさ。追い出される形だよね。柔らかく。半ばね。うん、で、出る時もさ、出る、ね、出ようって言って、で、ね、入り口ってもう砂浜だから足に砂ついてんだよ。で、出るスッと出れないわけ。うん、入り口こう砂をこうさ。ああ、やっぱ海と一緒だ。払ってさ、もうこの時間がもう恥ずかしいわけよ。もうやりまんのクラブ行くやつがさ、3人入り口でさ、足洗って、もう店の人も、やっぱダメだよね、お客さんも早く行けよと思って、ってるはずなのよ。砂まみれの足でやりまに会えない。会えないから。もうちょっと時間かって店出てさ、で行こうってなって。やらなちん三人がね。やらなちん三人が会いに行くわけよ。やれなちんだな。やれなちん三人がさ行くわけよ。で向かってる途中そんな遠くないと。でね歩いて向かった途中にさ。うんふと気づいたわけよ、私が。まあ、クラブにほらね、何回もね、やっぱ行ってた男だからさ、うん、気づくわけよ。うん、あれ、ちょっと待ってくれよ、と。ヒロシと。カスがちょっと今日、サンダルだわ、つって、うん。サンダルだと入れないわ、クラブ、つって。靴とかじゃないと入れないね。ビースサンダルとか。うん、まあ、私ね、うん、ビースサンダルな、クロックスだ。私ねって言った、今。まあ、じゃやめて、本当に。本当にね。興奮しちゃって。興奮しちゃって。私ね、あの、靴じゃないから、こう、入れないぞ、と。ね聞いてみるちょっと。何がチャレンジで。そんなにひどく言ってないでしょ。もう私ね。死と地の間ぐらいでしょ。そんなもんは。もうちょっとひどかったよ、本当に。いや、そんなことないよ。いやー、これ聞いといた方がいいよ。出してみ、うん、チャレンジです。はい。うん、死と地の間。入れないわ、クラブって言って。靴とかじゃないと入れないね。ビースサンダルとか。うん、まあ、私ね。ひどい。その前の靴も怪しかったけどね。靴って言ってたよ。その前から。もう助走してたわ。ああそれは飛べるわ、あんな高く。また、完全に、またティネって言ってたね。申し訳、興奮しちゃってるから。おいでね。で、まあまあ、靴じゃないと入れないとなったから。それこそ本当にね、ドンキホーテを探したのよ。ね、若林さんじゃないけど、この時間入ってくる、靴買っていこうと。ね、で、ドンキホーテ、まあ、会ってさ、で、靴をまあ、購入しまして、うん、さあ、じゃあもう行こう、つって、向かってる時に、また一つ気づいたの、私が、うん。うん。あの、ちょっと待って、ヒロシと。もしかしたら、スウェット、私、スウェットだから。うん、ズボンね、うん。スウェット入れないパターンもあるかもしれないと。クラブで、クラブによっては、うん、なんつって言って、どうしますじゃあ、ズボン買いますなんて話した時、いやー、でも、でもそれは五分五分だと、うん。はいはいはい。あの、サンダルは絶対ダメだけど、スウェットはもしかしたらいけるとこもあるし、ダメなとこもある、五分五分だってなって、ねうん、ちょっとヒロシよと、電話で聞いてみてくれって言ったのよ。うん、で、まあ、わかりました、つって言って。うん、で、パッと電話をこうね、ダイヤルして、こう、通話ボタンを押す直時に、うん、あ、春日さん、つって、うん、お、何つって。今から電話するんですけど、そのクラブにね、電話するんですけど、春日さんの名前出していいですかっていうのよ。ちょっと待てと。バカなんじゃないか、本当に。つって。何なのそれさ、
ね、どういうことなの？いや、どういうこと？名前出したら私だから OK って言ってダメだとしても、まあまあまあ、OK だというふうに言ってくれるかもしれないと。いや、それはさ、うんうん、その、飲食店やったらまだいいよ、うんうん、普通の、うん。やりまんが集まるクラブに、セクシーサンタコンテストやってるクラブに、あの、カズカが行くんですけどっていう。では、そんなもん、恥ずかしすぎるじゃん。まあね。ね、うん、で、断られた人はもっと恥ずかしいし、はいはいはい、バカかっつって言って、うん、ダメに決まってんだろって出すのっつって言って。そんな、だからもうゴンちゃんと同じよ。いや、ゴンちゃんひどいね。ひどい。間違えてるね。いろいろ。そんなこと聞かなくてもわかるじゃん。うん。ね、うん、ダメだっていうのがあって。うんうん、いや、常識がないね。ないのよ。おいで、やめろって言って、うん、で聞いてもらったら、まあ、スレッド OK だと。うん、まあ、言うの、ああ、じゃあよかった。じゃあもうこれで完璧だって行こうっつって、うん、もう行ったの。したらもう4時半とか、もうね、5時近い、5時ぐらいに終わるのが、やってんのよ、うん。で、ビルの上の方でさ、ね、エレベーターバーンって開いたらさ、受付あってさ、もうすんごい盛り上がってる。扉だってあんま見えないけど、もうなんか本当にセクシーサンタなんとかなんとか、あーってすげえ盛り上がってる。うわ、もう最高だっつって、この時間にまだ、こんな盛り上がってるなんて、これはもう最高だって、じゃあ入ろうってなって、で、ね、受付行くじゃん。受付のなんか女、お姉ちゃんもなんか20代前半ぐらいのね、あのサンタの格好をしたお姉ちゃんがさ、受付の、やってんだ。そう、カウンターの奥みたいにいてさ、あの、3人で、なんつって、ヒロシに全部言ってもらって、さ、三人で、せんのいくらいくらになります、なんて言って。じゃあ、お姉ちゃんがね、受付のじゃん。じゃあ、一人一人、身分証明書お願いします。なるほどね。うん。で、うんってなって、ちょっと顔つきの身分証明書ないと入れないんですよ、つって。あ、なるほど、つって。あ、まあまあ、しっかりした店じゃない。ね、ちゃんと身分で。んで、まあ、私と太陽くだは、免許証が。あるから、うん、あ、じゃあ免許でっつって、うん、でヒロシなのよ。ヒロシが免許持ってないのよ。ああ、そうか。ね、免許持ってるなかなか難しいじゃん。うん、で、ね、その受付のお兄ちゃんが免許証かとか、あとマイナンバーカード。あでお願いしますなんて言うのよ。でマイナンバーカードはまあさ、常には持ってないじゃないですか。はい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 、で案の定やっぱヒロシも持ってないわけよ。で顔写真付きじゃないとダメだって言うの。なるほど。保険証だとか、なんかいろいろそうね、あるじゃん、身分証明できるものは。ゴールドジムのカード持ってない。顔写真入ってんじゃん、あれ。入ってるけど、それはもう、ヒロシじゃ持ってないからね。ヒロシ、あ、もう行ってないんだね。行ってない、行ってないよ。で、どうする？まあ、さ。がっしりしてるから。してない、ブヨブヨだ。どうするってなって、もうどうするもこうするももうないじゃん。うん。で、あ、もうじゃダメだっつって、せっかく靴も買ってね。マジで？で、ここまで来て、んで、うわ、もう最悪だ。まあ、ヒロシのせいというかさ。ヒロシのせいかな。まあ、せい、まあ、せい、まあ、せいだな。うん。もうなんで免許取ってねえんだよっていうさ、もうそろすらもうなんかムカついてきちゃってさ。まあね、そうなるとね。もうな、ね、今の流れもあるし。うん。なんだ、まあでもしょうがないかっつって言って、じゃあもう帰ろう、ヒロシ。ってなったの、ね、言ったらしたら、ヒロシが、いや、ちょっと待ってくださいと。せっかくここまで来てるんでね、つって。もしかしたらこれでなんとかなるかもしれませんって言うのよ。いや、なんもならないだろ、つって。その免許もないし、マイナンバーカードもないから、つって。何すんのかなと見てたら、ちょっとお姉さん、つってヒロシが、これはどうですかつってこう出したのがさ、保険証。保険証と、顔写真の、まあ、確かについた。顔写真のついた、日本放送の入稿証を出したのよ。マジかよっつって。これ僕なんすよ日本放送って書いてさ、ヒロシの顔、出してさ。日本放送に入るためのカード。入るカード。クラブに入るためのカードじゃないのよ。似てるけどね、ノリは。まあ、確かにね。わちゃわちゃしてるしね。縦ノリは一緒だけどね。これでない、どうすかねもうバカなんだろうな。面白いな。必死なんだろうな。必死じゃん。したらもうほんと普通にお姉ちゃん、ダメですね。ああ、ムカついてきてんだよね。ダセーやつが、そんなことしてくるから。そう、ダセーやつが、もう、閉店間際に来て、でも入稿証と保険証出されて、ダメなんだよ。入れろって言われて、ね。言われても、そのね、ダメですねって言われてさ。んで、もう、じゃあもう、ね、ダメで、うん。で、入れなくて、もうなんかもう腹立ってるわけです。こっちも、まあまあ、しょうがないっていうのもありつつ、うんうん、で、どうするなんつって。うん、
言って、で、まあ、とりあえずなんか一杯飲んで帰るかなっつって、言って、うんうん、あの、24時間やってるね、うん、あの、福岡にあるかな、ウエストっていうさ、結構有名な、うどんのチェーン、うどんのチェーン店さんが、うん、で、そこで飲もうなんつって言ってさ、うん、で、まあ、今日ちょっと、まあ、ひどかったな、みたいな話をして、まあ、普通に一杯飲んで帰ろうってなってたんだけど、まあ、だんだんこうさ、進んでくるじゃない。一杯、二杯、三杯つ、で、まあ、いろんな話を、まあ、聞いたわけですよ。その、ヒロシが、まあ、ポンコツというかね、やっぱそこで、やっぱ、すごい変わってんな、変なやつだな、って思った、まあ、ことも、いろいろあってさ、あの、まあ、ヒロシが自分で言うなら、僕は、その、ね、不良のね、人がたくさんいた、高校だったんですよ、なんつって、あんま学がないんですよね、なんつって話してて。んで、僕以外も8割9割も不良の子たちだったと。うん。で、それ、なんでそう言ったのよ、つって。いや、ちょっと僕スラムダンク好きで、ルカワがね、なんか、私は覚えてなかったんだけど、ルカワが、その、あの高校行った理由っていうのが、家の近くにあったから、っていう理由で、ルカワ楓がね、高校に行ったと。で、それ僕かっこいいと思って、家の近くにあったのがその学校だったんで、行ったんすよ、なんて言ったの。ああ、そうなんだ、なんつって言って。じゃあ何結構賢かったの中学の時つって。偏差値どのくらいだったのつったら、38です、つって。お前普通にバカじゃねえかよ、っていうね。何なのその話。ああ、だから。普通にバカじゃん。まあ、60以上欲しいね、その話だったら。そうそうそう。賢くて、あえてそこ行ったんだったら分かるけど。だって振ってるからさ。そうそうそう。バカなやつだ。いや、振りが分かってないな。まずいな。いや、まずいのよ。上で振、なんか、上で振ってないと、自信持って喋れない話だよね。下で振って下っていう。何その話って言ったらもう普通に。でもいいかもね。何が？ヒロシとゴンちゃんの二人のオールナイトニッポンがある。誰が聞くんだよ。最悪だよ。もう本当にもう帰り際なんかヒロシがさ、LINE 教えてもらっていいですかって言ったら絶対やだねって書いてプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。続いてはこちらのコーナー、毎回番組から聞いた質問をリトルトゥースに答えてもらう企画です。現在はオードリーのオールナイトニッポン10周年の有名人のお祝いコメントを教えてくださいということで募集しています。ラジオネーム、ラジオネームオーシャン、女優の伊藤和恵さんからお祝いのコメント、オードリーさん10周年おめでとうございます、お二人のラジオは24歳の時に購入した愛車の初代シーマを運転しながら聞いています。25年以上前の車なのでカセットテープでしか聞けなくてラジカセで録音したのを聞いているのですが、120分テープの A 面から B 面に切り替わるときに、若林さんのトークが何秒か途切れてしまいます。その度に、ああ、若林さんじゃなくて、春日さんのトークゾーンだったらなーって思ってしまいます。私の初代シーマの走行距離は25万キロを超えています。これは地球を6周回ったのと同じくらいの距離ですが、お二人のトークは面白く、その面白さは、毎回地球を何周も回るくらい面白いです。意味わかんない。意味がそんな面白いオールナイトニッポンを、これからも続けてください。それ面白さを表す表現じゃないじゃん。そう、すごく面白いってことを伊藤和恵さんなりに言ってくれたんじゃん。いや、それぐらい長く続けてほしいとかってまだわかるけどさ、面白さと、ケチケチを、ケチをつけんじゃないよ、そんな風にね。うん、そうね。なんか見たことある。うん、そうね。長く乗ってんだよね、車をね。嬉しいじゃん、だって。まあ嬉しい。まあまあ、ありがたい。ラジオネーム、オーシャン。田中義武からお祝いのコメント。オードリー10周年おめでとう。オードリーは俺が北海道で花畑牧場やってんの知ってるべ？そこでいろんなチーズ作ってるんだけど、チーズに一番大切なものは何か？そう、牛乳なんだよな。だから牛をいっぱい飼育してんだけど、オードリー聞いたことあるべ？牛にクラシック聞かせたら乳の出が良くなるって。うちの牛は
クラシック聞かせてないよ。オードリーのオールナイトニッポン聞かしてんの。クラシックはいいだろ。そしたら美味しい牛乳たくさん出してくれてな。それで美味しいチーズたくさん作れってわけさ。今度うちで作った生カマンベールチーズとか、ラクレットチーズをお土産に持ってってやっから、ゲストでオールナイトニッポンに呼んでけれや。ありがたい。うん、来ていただきたいな。ありがとうございます。なんかでもな、なんか。牛に聞かしたらいい乳が出んだって。いや、クラシックの方がいいような気がするけどね。ね、牛乳なんだなっていうところの、ちょっとためが、でも結構俺もそうだね。なんか花とかもらうじゃん。番組とか、うん、CM の撮影とかでやって、ラジコで、うん、音出して聞いたときは、なんかすごくこう、しおれてたのもピンって立つもんね。そんなわけねえだろ。ラジオネームカルパッチョ。坂上忍さんからのメッセージ。あのさ、この前番組本の第2弾読んでてムッカついたことあんだけどさ、なんで対談相手コミやの？この前岡村さんだったんだからランク的にバナナマンとかさ、呼ぶべきじゃないの？いやこれ、ほんとどうなってんのこれ。あのさ、要はさ、同じ日本放送でラジオやってるからコミは呼んだんでしょ？俺さ、そういう大人の事情ってやつも大っ嫌いなんだよ。あのさ、ちょっとこのままだと次はクリピーナッツとかになりそうだから、第3弾は俺が出るからさ、オードリーと俺で酒でも飲みながら本音で語り合おうよ。まあなんかちょっと、まあありがたいですね。よくなんかこう考えてくれてるというか、我々のことを、番組を、本を。ラジオネームデレクジーカー TKO の木本さんからオードリーさんへ。自分らおもろい番組やってんな。 A 番組やと思うで。 A 番組やと思うけどところどころんってなるときあんねんな。ナイナイの岡村さんへの態度や。あれあかんのちゃ。自分らの10年以上先輩やろ。リルサーズとかポスター売れ残りとか先輩に対して言うてえ言葉ちゃうやろ。あと構成作家の藤井聖堂さんに対してもや。自分らは生まれた時からこの世界におる人なんやで。人間として業界人としても大先輩や。そんな人に対しておじいちゃんとかうんちくうるさい人間とかパイクイジジイとか失礼やろ。上下関係しっかりせえよ。パイクイジジイは言ってないやん。言ってないやつがちょいちょい混じってないか。木本さんの印象じゃな、なっちゃってる。なんかね、興奮しすぎて、言ってないのことも出てきちゃってるような気がするけどな。はい、ということで、この中から一番いい回答を春日さんが選びます。吉武さんかな？吉武さん。うん。面白いな。ありがとうございます。おめでとうございます。12月のプレゼントは、炒めタッカルビ飯。卵黄風ソースが入った鶏つくね。今川焼きカスタードクリーム。お弁当ネギミニハンバーグの4種類入ってます。今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品差し上げます。こちらは商品の発送をもって発表に返させていただきます。来年もオードリーのオールナイトニッポン10周年の有名人のお祝いコメントを教えてください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポン陳の係まで。日連の冷凍食品をお送りするので住所本名年齢そして電話番号お忘れなく書いてください。オードリーのオールナイトニッポン。